こんにちは、こんばんは、おはようございます。ゆいこちゃんです。でーさあ、櫛灘が降臨してるので、こいつで行ってみようと思います。出てこいやー。勝ち。ヤマタの森の乳姫超絶行くぜー。はあ、クロノスです。まあ、クロノスってキャラクターね、持ってるけど、どういうこと使ってるのかちょっとわかんないよ。僕どうしよっかな。せっかく当たったのに、と思ってる子、思ってる方、思ってる君、いるんじゃないかい。こんなキャラクターだ。時空神クロノス。これ進化の方ですね。で、枚水がついてるアンダメも持ってるキャラクターのバランス型で反射タイプ。で、ストライクショットがすごい独特で、時空の剣、剣、自身のスピードとパワーがアップエンダー。弱点ヒットで敵が麻痺。なので、張り付いた時に弱点に当たれば OK ってわけじゃなくて、こう動いてる間に弱点にどっから当たれば麻痺してくれるっていう、意外といいキャラクター。友情コンボはバーティカルレーザー L なんで、大してダメージは見込めない。はい。いきます。今回やりたいことは、映像が合わせにくいわ。今回やりたいこと、何かっていうと、白爆発あるじゃない。櫛灘って、17ターンかなんかでね。あれを麻痺させて回避する。クロノスだったらできるはずだっていうのが今回の目的ですよ。ですよ。結構ね、いいと思う。いざピンチの時にクロノスが強いんですよ。やっべっぞってなった時に強い、そんなキャラクターでありたい。バイクロノス。おー、お前さん何なんだそれ。けどさ、難しいな。次が、あれだ。真ん中にどでかいヘビちゃんがいるとこだ。おヘビなーら、花丸木。あ、違った。これで、あとまた知ってますか。あ、やべ、何してんのかな。うわ、やっべっぞ、これは。OK。それそれどれの、それそれどっち下、そうだ、ババーン。オッケー。真ん中のね、スプリッターさえ倒せばどうにかなるんですよ。スプスさんさえどうすりゃどうにかすりゃ。おっ、スプスさん、スプスさんじゃない、スプスさんさえどうにかすればオッケー。綺麗だね。美しき攻撃だったよ。あー、次やりづれ、やりづれな。こうだ。微妙なことしちゃったな、これまたね。まあ許して飛び逃げなんだ。これ、よし、ダコを削っとくのが大事ね。ここはね、大事あるよ。へい、毒が来ても金ハートがあるから大丈夫だね。すげえ便利。あ、待って待って、やべえこれ、来ちゃうな。やっちまったな。まあしょうがないな。おお、靴が出た。ボボボボ、よし、それならよし。あれ、上来た。ヘイ、ラッキー。これ、ここは抜けたかな。まだか。あとちょっと微妙に残りやがって、これ感じる。よし、次は中ボスだから真ん中か。真ん中にいるやつだよね。右上に当てるか、いや、どっちの僕かが分かんないけど、どっちなの。あー、やっぱダメな方だ。ダメな方。これ、起きたから。おお、まあ、読み取りだよね。うん。それ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。いいぞ、いいぞ。82万。ダメージ高い。よし、どんどん行け。さあ、ボスまで来たぞ。ボス1戦目だ。次
次はアスカか。やっべえな、おいおい。アスカじゃなかった。あ、やべえ、これ違う方になった。まあいいや。次は左上だと。よっしゃー、ッキー。この下のね、しびれちゃうのが一番怖いからね。下のしびれちゃうのって何だよ。よし、飲む。一回ジュッてなりながらも上がっていけば当たるでしょう。あ、当たんねえ、これは。予想じゃねえ、弱かった。そうか、どっかで当たる。えい。ちょっと爆発で巻き込んだね。悪くはない。そうだ。結局これなんだよね。あ、やべえ、レーザーに当たっちゃうじゃん、大きい。これは、いかねえよ。よし。どんどんいけ。やばい、俺風邪ひいてるからね、すげえだるい。腕が痛い、腕が。わかる？わかるか。そんな風邪ひいたことないわけね。おー、いいじゃん、いいじゃん。そうだっけ。右腕から出る。うわー、回復も取れるし、完璧でござるよ。つまらない、つまらない。どんどん行こう。いいね、いいね。あー、こっから。しょぼいなー。ここでもう使っちゃいます。アスカさんはね。アスカさんは、使っちゃう。とにかくね。ヒュン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 。ドスン。いいね。左上のね、スプリッツァーさえ、でかいあのスプリッツァーの進化後を倒しとけばね、問題ないんですよ、もう。問題なし！あ、やべえ！俺ダメだ。俺の時代はもう終わった。問題発言だ、今のね。俺の時代終わったって。これから戦い出すのに問題発言。いやー、終わってない。これからだ、俺の時代は。そうだ。私は、まだ来る。おお、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。場所もいいじゃん。ワンちゃんたちの塊具合がちょうどいいね。あ、犬だよね、これ。ライオンじゃないよね、これ。犬だよ、犬。みんなライオンとか言ってるけど、これワンちゃんだから、ね。分かってないよ、ほんと。犬の気持ち。犬の気持ち。よし、ね。これで犬の気持ちだよ。もう分かってんからな。よいしょ。十分。この動きですよ。そうか。白爆発はこれあれだね。一か八かだね、これ。ワープがあったら、ダメかもしんない。うん。ワープがあるからね。何回も言ってるけど。そうか。ワープがあるから、当たるか当たんないかがね、もう、運だね、これ。危険だな。いや、もうその運にかけるか。これはそういう人生だ。あ、やべ、はい、まだこれで。金ハート取ります。あ、やべえ、倒しちゃいそう。やべえやべえやべえ、座ってくれ。あと10ターンもあんじゃねえか、お前。どうすりゃいいんだ、俺は。いやー、きついぞ。あ、これ逆に難しい。それマジか。逆に難しいじゃねえか、お前。おいおいおい。
あーやーやーむずいぞ。でも回復はなんかいっぱい出るね。嬉しいけど、これ嬉しい。あ、待って待って待って、やっちゃう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 、危ない危ない危ない。あと7ターン、頑張れ頑張れ。うわこれきっつ、なるべく死なない。あーやべー、当てつった当てないように行こう。あーやべーやべーやべー、倒した倒した倒した。あと6ターン、ちょっと待ってくれよ、落ち着けって。いやもう危険すぎる、雑魚を倒すイメージで行こう。よし、やばすぎる、よく倒す。やべえ倒したいぞ、あと4ターン。うわ危険だなこれ、ちょっと待ってくれよマジで、ちょっと落ち着いてくれや。いいぞいいぞいいぞ、3、ちょっと待って計算が大丈夫か、3、2、あ、いける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 。1ターンでいけるね。待って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 。ちょっと待ってくれよ。やべえぞ、これ。動けねえし、あんまり。うわ、怖え。うわ、これはしょうがない。こいつを倒さないと、危ない。あー、待って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 。待ってー、危ねえ。お、皆さん来ましたよ。行くよ、行くぞこれ、しびれます。まあ、痺れた瞬間倒したけどね。しびれた瞬間倒したのはもう間違いないんだけど、行くぞ。ちょっとずらすぐらいで時空の深淵に何時を葬らん。